無能。お？あんたはもしかしてファデューや魔人オセルと戦った旅人か？行幸から聞いたんだ。ある旅人がリーユエを救った。見聞が広く実力も相当ってな。あいつは目が高いからこんなに人を評価するのはめったにないことなんだぜ。当時その話を聞いて一体どんな実力を秘めたやつなのか会ってみたいと思ってたんだ。その服装と横にいるチビノであんただって分かったよ。チビじゃない、パイモンだ。パイモン、ふむ、実に興味深い生き物。お二人からは風と大地の匂い以外にも何か少し…うむ、星空の匂いがするでござる。え？何が何だって？今までで一番おかしな感想が聞こえてきたぞ。気にしないでくれ。ただ拙者は運命の出会いには意味があると信じているだけでござる。どう見ても私はそんな上品な人物じゃないだろう。こいつは楓原和葉。わけあってしばらく私の船に乗ってる。時折出てきてはこういったことを口にするんだ。船と海風があるのに潮を吟じぬのはいささか風情に欠いているであろう。確かにな。南十字舞踏会が開催されたらあんたにも詩を披露する機会を設けてやるよ。それは今日次第というもの。何かのために書かれた詩というものはそのほとんどが意を書いたものになるでござるからな。せっかくの機会なんだ。それに大英雄も参加する。そう決断を早まるんじゃない。ちょっと待ってくれ。南十字舞踏会ってなんだ？それに大英雄って。お、私はてっきりそれの申し込みに来たのかと思ってたが、知らずにここに来たのか？南十字舞踏会、私が主催する舞踏大会で大勢の人が自らの武芸を披露するために参加する。参加にあたっての決まりは2つ。1つ、何かしらの実績があること。少なくとも武芸が全くできずただの遊び心で参加するのはダメだ。もちろんあんたにその心配はいらない。あんたより実績のあるやつなんてそういないからな。2つ、参加者は神の目を持っていてはならない。実力の差が開いちまうからな。自分の実力に自信があるのは知ってるけど、竜や虎が隠れているのがこのリーユエだ。甘く見るなよ。あんたみたいにリーユエを救った大英雄が私の舞踏会に参加すれば大きな話題を生むはずだ。そしたらもっと強いやつが集まる。でもオイラたち本当に舞踏会に参加しに来たわけじゃないんだ。そう結論を焦るな。今回の舞踏会、いつもより貴重な商品を用意してある。それも主なき神の目。拙者が提供したのでござる。もし舞踏会の優勝者がこの神の目をもう一度呼び覚ますことができたなら、それはそのものに授けよう。そんなものがあるのか。所持者が亡くなると神の目は光を失うが、それでも抜け殻は消えぬ。その抜け殻で何ができるのかはまだ分からぬが、実体が残っている以上受け継ぐことができるのではないかと拙者は踏んでおる。ああ、私からすりゃ神の目は神に認められたことを象徴する旗だ。それを輝かすことができるのは強者の中の強者に決まってる。その強者を見つけるため、そして神の目に再び光を灯すため、南十字舞踏会を開催するんだ。神の目を持ってないのなら、これが絶好の機会だろう。自分の神の目を手にするといい。そうだぞ。舞踏会よりも稲妻に行く方法が知りたいんだ。稲妻。
あそこに行きたいのでござるか。なんだ、そういうことは早く言え。稲妻に行く程度どうってことない。もしあんたが勝ったら、商品を神の目から稲妻行き市長制号の乗船券に変えてやってもいい。自分で選べ。こいつを舞踏会に参加させたいだけだろう。もちろんさ、強者が多ければ多いほど舞踏会も派手なものになる。だから私はあんたにどうしても参加してほしいのさ。どうする？稲妻に行くために参加するか。よし、じゃあ会場に行って申し込んできな。舞踏会の会場は幸運閣にある。私も後からカズハと一緒に行く。さすれば、あとは結果を待つだけであるな。うむ、悪くないでござる。